今日9月11日は2000年の東海豪雨から20年となります。平成12年9月の11日から12日にかけて日本付近には秋雨前線が停滞しました。台風14号は大型で非常に強い勢力まで発達し、東海上の太平洋高気圧との間で気圧の差が大きくなりました。その間を吹く南風が台風周辺の湿った空気を大量に送り込み、雨雲が次々に発達、いわゆる線状降水帯が形成され、激しい雨を降らせました。名古屋の1時間の雨量は81年ぶりに記録を更新する97ミリ、1日の降水量は104年ぶりに記録を更新する428ミリを観測しました。発生から20年を迎える現在もその記録は破られていません。また内水氾濫による浸水も相次ぎました。わずか1日で2ヶ月分の雨が降ったことで河川の水位は軒並み上昇しました。名古屋市内を流れる新川や天白川などが氾濫し、大規模な浸水被害が発生しました。河川の氾濫だけではなく内水氾濫による浸水も相次ぎ、愛知県全体では7名の方が亡くなり、床上浸水が22,078棟、床下浸水は39,728棟に及んでいます。近年激しい雨が増えている中、堤防の強化などによる河川氾濫の防止だけではなく、内水氾濫は対策として都市部の大きな課題の一つとなっています。